さて、私は NHK の深夜訪問を禁止にしていただきたいです。以下、理由を述べさせていただきます。業者の訪問時間は法律で規制されています。特定商取引に関する法律では訪問は常識的な時間内でとされており、違反への罰則は6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が課せられます。返済の取り立てに関してはより厳しく、時間も明確に定められており、罰則は2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。その他にも違反には営業停止処分などの行政処分もあります。ですが NHK は規制の対象外とされ、どんなに深夜に訪問しても罰せられません。NHK だけにそのような特権が許されていることは、全くもって理不尽で不公平で不愉快であります。路上でいろいろなお話を実際に皆様から伺っております。3日連続で夜10時ごろ来たであるとか、1日のうちに夜10時と11時と12時に来たであるとか、甚だしくには深夜1時ごろに来たというまさしく非常識なお話もお聞きしました。たびたび来る NHK に身の危険を覚え、とうとう引っ越されたという女性のお話もお聞きしております。地域民の講習会で特に女性を狙え、特に高齢者を狙えと NHK 本部に直接指示されたという証言も私は元地域民の方から得ております。そして路上で聞く実際の被害のお話はほぼ全てが女性の被害なのであります。でこの場にいらっしゃる皆様にも奥様や娘さん、妹さんなど女性のご家族がいらっしゃることと思います。その方々のもとに NHK が深夜に来て不快な思いや恐怖を感じたと想像してみてください。腹が立ちませんでしょうか。怒りが湧きませんでしょうか。 NHK のこの異常な特権はなくすべきと思います。以上、私が NHK の深夜訪問を禁止すべきと考える理由を述べました。